今回のビデオでは英語で髪を切るという表現を紹介をしようと思います。で、この髪を切るという表現なんですけども直訳をした、まあちょっとあまり良くない文章を今から紹介してみようと思います。はい。で、これが直訳をした文章ですね。えっとちょっと読んでみると髪を切りましたかっていう表現なんですけど、Did you cut your hair? です。これは確かに髪を切ったのかな っていう表現なんですけども、これは実際には現地では使われていませんで、どういう表現が使われていたかっていうのを、ここでちょっと紹介をしています。はいで、これでちょっと書いてみました。えっ、ー、と読んでみると、did you have h a i r cut? ですね。これで髪を切ったの？っていう表現が交互で使われていたっていう感じです。だから、カットをどうしても切ると連結してこう。 使いたくなる気持ちもわからなくもないですけれどもやはりですねしゃべられている言葉がやっぱり一番通じやすいと思うのでちょっとですねこの「紙を切る」っていう表現を覚えていただければいいかなという感じですね。えー、レッスンのお問い合わせに関しましては LINE でお気軽にリンクが貼ってあるのでそちらからお問い合わせをいただくか電話番号0 3 3 3 8 3 6705までお気軽にお問い合わせください。